ブラッドパックは1980年代のハリウッド青春映画に出演した若手俳優の一段につけられたあだ名、小僧っ子集団というような意味、日本ではヤスターと呼ばれることもあった。ブラッドパックとは1950年代、1960年代にハンフリー・ボガートの共演者の一段につけられたあだ名、ラッドパックの文字利であり、この言葉は1985年に 雑誌、ニューヨークに掲載された記事で有名になった。記事の中では、エミリオ・エステベス、ジャド・ネルソン、ロブロー、ショーン・ペン、ロバート・ダウニー・ジュニア、さらに、アウトサイダーの出演者、トム・クルーズ、シー・トーマス・ハウエル、マット・ディロン、ラルフ・マッチオなど、多数の俳優が言及されたが、一般には、ジョン・ヒューズの、ブレックファスト・クラブとジョエル・シュマッカーの、セント・エルモス・ファイヤーの出演者が、 中心メンバーとされる。すなわち、エステベス、ネルソン、ロー、アンソニー・マイケル・ホール、モリー・リングウォルド、デミ・ムーア、アリー・シーディ、アンドリュー・マッカーシーの8人である。メア・ウィニンガムは、セント・エルモス・ファイヤーに出演したにもかかわらず、それ以外に他のメンバーと共演することがなかったので、リストから外されることが多い。これ以外に、ダイアン・レイン、パトリック・スー・エイジ、 キーファー・サザーランド、メアリー・スチュアート・マスターソン、ケビン・ベーコン、ジョン・キューザック、ジェームズ・スペーダー、ジョン・クライアー、ジェイミー・ガーツ、マシューブ・ブロデリック、チャーリー・シーン、メリッサ・ギルバートなど、同時代に中心メンバーと共演した俳優も含まれることがある。ありがとうございます。